いや、まだ早かったっすね、俺にはこのマスターソードは。よし、コログの里ちょっと探索してこっかな。よ、アイラの勇者様であるお主にみんなで試練を用意したじゃん。もなんで用意したの？わしらが用意した厳しい試練を乗り越えればマスターソードなんてちょちょいのちょいで引き抜けるようになるかもしれんじゃん。まあそういうことなんだ。そしてコログの森の長老であるわしらはとっておきの試練を出すじゃん。わしからはだった。その名もコログの試練。どうじゃも、挑戦するじゃも。あー、今ちょっと待って、しないじゃも。なんでじゃも、もったいないじゃも。今のはぼっくりの踊り練習失敗エピソードこっそり教えてやるじゃも。いらんいらん、興味なしな顔じゃも、諦めるじゃも。そっか、待ってて、ちょっとあのあと、まあ結構探索、いろんな場所探索してきてコログの実も集めてきたんで、ちょっと武器ポーチあげてくれ。17個ね。あ、1回しかあげれんな、これ多分。じゃ、頼むわ。ハート。これ、最大だったりすんのかな？あ、ありがとう。まだあげれる？ 25 個、バカか。やばすぎんだろ、お前。何に使ってんの？マラカスにそんなん入れたら、お前、音なんなくなんだろ、逆に。じゃあ、コログの試練とやらをやってみるとするか。頼む。どんなものかも聞かずにやるとはお主いつか騙されるじゃも。気を取り直してコログの試練とは。コログの森に眠る祠を巡れば一人前になるという修行じゃも。一つ、南西にある操りの力の試練。二つ、北西にある初めての試練。初めて、じゃあそこから行った方がいいってこと。三つ、東にある燃えずの試練。全ての試練を制覇し立派な勇者を目指すじゃも。ついでに豪華商品も用意してるじゃん。あ、ありがとう。欲にまみれてもよし、紙面に燃えてもよしじゃん。よし、頑張れじゃん。あ、頑張ってくる。コログの試練ね。なんか、お前、わ、あなたひょっとして勇者様。ようこそコログの森屋、よろしく。私が思ってたよりずっとずっと勇者様ってかっこいい。そうでしょ。そんな勇者様にもっともっと強くなってほしいから、私から試練を出してみんな。私からの試練受けてみろ、受けてみよう。やったやった、嬉しいわ。それじゃあ私に氷の杖を見せて。持ってねえわ。その杖を振ったら氷の力で魔物もカチコチンってなるの。そうだね。アイスウェズローブっていう魔物がよくその杖で悪さをしているらしいけど。ああ、なるほどね。ごめん、持ってねえわ。炎っていうかマグマの杖なら持ってるけど、これとは違うか。カラカッセ、いい名前だな、響きも。なんだろう、木の枝。じゃあどこに試練があるんだろう。まず探すか。すごい森で溢れてんな。あ、早速、あれは試練ではないか。何何、俺がここ通ろうとすると隠れてくじゃん、みんな。何、嫌われてる俺、もしや見張られてる。あ、これ試練の場所かと思ったら違えんだ。え、ちょっと探しますね。じゃあ、あったっぽいわ。1個目、何の試練だろう。キヨウーの方から行ってみよう。え、入り口どこ？オッケー、こっちね。入ってみよう。じゃあ極意とかではないってことなのか、ここは。一応ちょっとちゃんとした武器、もう全然ちゃんとした武器もう今持ってないんですけど、行こう。戦う系なのかな。命運は星の数。あー、なるほどなるほど。なんだ、星を眺めよ、その数が運命を開く道しるべとなろう。星とは、あー、あれが星か。見てみよう。どういうこと、何座ですかとか、そういう話。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11種類あるな、一応。あー、なるほどなるほど。あー、なるほどね。だからこのブーメランみたいなやつは何個あるかとか、そういう話か。あ、じゃあ簡単だな。ブーメランみたいなやつは今んとこ1個1個2個3個3個あんな。ブーメラン3、えい、えい、あれ、弾が足らないぞ。え、こっちも使っていいの？ 3
あ、3ってそういうこと？まさか。あ、待って待って、お前じゃない。あ、そういうことか。あ、オッケーオッケー。この柱が表してる通り、1、2、3ってことだ。だからここに入れとけばいいんだ。なるほど。あ、じゃあこのブーメランと同居してるやつ。これは何個あんだろう。あ、ていうかブーメランのやつと似てるけど似てない。ちゃんと登った方がいいかな。ブーメラン的なやつと一緒にいるやつは、あ、これだけか、一個かな。一個って感じ。なんか写し絵見づらくない？画質悪くない？一個かな。っていうことは、この2の方に置いちゃったやつを1の方に置いてみよう。あー、なるほどね。結構簡単だな、じゃあ。わー、ごちゃごちゃした、なんか翼みたいなやつ。翼みたいなやつなんて、あ、一個あんな真ん中に。あ、これもか。二個あるな。あ、これはちょっと違う。あ、これブーメランのやつか。あ、じゃあ一個しかないな。あ、オッケーオッケー。じゃあ一。で、あとあの、めっちゃ長いやつ。あ、長いやつは一個あるのは確定した。二個あるな。オッケーオッケー、二個。若干違うか、これ。いや、でも。まあ同じ範囲内でしょ。2個2個2個。簡単だ、コログの試練。ありがとうな、なんか。これでなんか特別商品もらえるんでしょ。嬉しいわ。開け。開かないってことは、いよいよ怖くなってくるぞ。え、そんな。嘘だろ。何が？何が何です？この翼みたいなやつ1個、2個、あ、やっぱ3なのかな？ 3 にしてみよう。翼3。あ、ってか翼2なのに俺1にしちゃってたのか。いや、3か、やっぱ。3。あれ？やばいやばいやばい。やばいぞ、これ。これ、やばいぞ。ちょっと、なんか曇ってない？1,2,3,4 ブーメラン4つ5個。ブーメラン5個あったわ。よく見たらブーメラン5個あったわ。え、下から見んのと上から見んのじゃちょっと違ったの。これブーメラン5個あったわ。やばいやばい、怖い怖い怖い。この展開怖いぞ。結構まだ開かないもんね。はぁ、怖いよ。あ、やっぱ翼は1個だな。これ翼っぽい。このブーメランと同居してるやつが3か。いや、もう全然違ったじゃん。翼は1だな。そして。いやー、ごめんごめん。コログの試練、ちょっと舐めたわ。これは1。これでいいはず。もうむしろこれで良くなかったら怖い。よかった！はぁ、怖い。この試練怖い。え、でもまだゴールじゃないよな、さすがに。なんかあんだろう。宝箱が絶対あるもん。あ、あるもんね、やっぱり。あ、こっち側の数を再度入れろってことか。じゃあ、ブーメランが1,2,3,4。ブーメラン4。翼が2。長いやつ1。で、もう一個も2かな。やってみよう、これで。だから、ブーメラン4。この、変な同居したやつが2で、翼も2、長いやつ1でいいはず。よし、よかった。怖すぎる。1個間違えるとさ、どこ間違えたか分かんなくなっちゃうもんね。よし、騎士の両手剣攻撃力アップ6。あ、ありがてえ。もらってく、もらってく。いや、なんか前回、なんか、数値プラス、あ、木の枝拾っちゃうよね。数値プラス6とかそういう感じなのかと思ったら、ちゃんと見たらこれもう6上がってるってことなんですよ。だから元々が40、38とかってことなんだよね、多分。じゃあもうこれで終わりかな。宝1個か。お前なんか、ちょっと豪華だな。ありがとう。克服の証も、あ、8個あるから。結構いいね。まあ、マスターソードはまだまだ取れないんだろうね、多分。だいぶ、
ほこらがっつりやっといた方がいいな。よし、1個目のほこら終わった。ああ、なるほどね。ボックリンの後ろにあったんだ、これ。じゃあ他のほこらも探さなきゃな。あ、しかも上も迷いの森なの、これ。いや、怖い怖い。あー、やばいやばい、嘘だろ、嘘だ。お、なんだ、助けてくれたのか、お前。試練いかがすか、お前。何、え、どういうこと。いや、勇者様、待ってて。どういうこと。コログの試練でも一番難しいと言われるモレーズの試練はこちら。コログ試練武器セットを装備したまま目的地までたどり着ければ成功だ。オッケー、やってみるか。やってみたい。よし、行ってこい。剣も弓も盾も装備したまま、壊しても外してもダメだぞ。オッケー。ん、なんだ、ポーチがいっぱいじゃないか。武器と盾と弓のポーチを一つずつ空きを作ってくれないと。嘘だろ、嘘だろ。あ、松明捨てる。え、弓とか捨てれるもんある。あ、ある、あるわ。え、盾はめっちゃ空いてるわ。全然ねえよ。いや、なんか探索してる時にめちゃくちゃガーディアンいるところに遭遇しちゃって、盾も全部なくなりました。やってみたい。いや、やばかったんすよ。なんか忘れられた神殿みたいな名前のとこ行ったら、ガーディアンが10体ぐらいいて、祠が奥にあったんすけど、祠はやらずにガーディアンだけ倒して帰ってきました。目的地はこの奥にある祠だ。さあ行ってこい。ありがとう。あ、何このコログのセット。あ、勝手に歩いてる。え、走れってこと。待て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 。コログの弓強っ。15×3 欲しいよ普通に。森人の剣、森んちゅかな。森人の盾。あ、そういうことか。あ、じゃあこれ森人か。森人のさ、弓ってお前コログの弓だったんだ。あー、なるほどね。炎属性の敵が来るから燃やされんなよってことだな。そういうことか。オッケーオッケー、いいよいいよ。あ、でも燃やしては来ないじゃん。え、どこに進めばいいんだろう。いや、めっちゃ追っかけてくるやん。あー、迷う迷う迷う。ちゃんとあるんだ、この迷いの試練特有のあれも。難易度高くない？確かに一番難しいって言われるだけのことあるわ。おやおや、勇者様ってば、森の霧に迷っちゃったのかい。もう試練は終わりにする。頑張ってみるよ。ありがとうな。なんでお前は助けれんの、俺を。すごいな。え、倒した方がいいのか。でも壊れたりしたらダメって言ってたもんな。一応この白いやつが向かってる方向に。めっちゃ壊れやすいとかないよな。あ、ちゃんと素材も落ちんだ。炎の敵が出てくるとかじゃないの普通。こんなん楽勝だよ。ゴーゴー帰る。さあ、どっちに行けばいい。え、どっちに行けばいいのこれ。動いてないんだけど。右に行ってみよう。道が続いてる方だ、とにかく。あー、なんかいっぱいあんな。こっちは何？違うルートってこと？あ、でも合ってそうだな。あー、弓も撃っていくんだ。こっち、あー、こういうのだよね普通。なんとか逃げなきゃな。よしよし。で、で、で、こっちで合ってる。合ってそうだな。敵がいっぱい出てきた方ってことね。やばいやばい、何ここ何ここ、何ここ、やばそう。な、待て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 、うわ、何これ。え、何それ。なんかダメージ受けてんな。え、戦ってんの誰か。え、最初からやり直してこれ。どこどこどこスタート、これ。怖、何だったんだろう、あの沼みたいなの。底なし沼なのか。あんなん今まであったか。え、これ最初の道な気するぞ。だよな。いや、待て待て待て、無駄な戦いは避けたい。結構ちょっと待て待て、登れねえな。え、待て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 、だったらお前らも殺す。よし、そういうことだ。これとか持ってった方がいいってこと、まさか。邪魔はやめてくれるか。これ持ってかないと。あ、でもこういうやつらって、あ、ちょっと写し絵じゃなくて、こういうやつらはリモコン爆弾で
吹っ飛ばして頭さえ吹っ飛ばせばもう勝ちだから。あ、なんだ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 、お前、あ、そういうことか。底なし沼なんだな、そこは。木の矢が刺さってる、ラッキー。あ、これも入るんだったら持ってく意味ないじゃん。こいつらが問題。こいつらに燃やしてもらってこの辺を。あ、そうだよな。なになになに、やめてやめて、あ、燃える燃える燃える。いや待て待て、あ、待て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 、むず、ここむずくないか。あー、激むず。え、普通に激むずじゃん。舐めてたわ。え、確かに今までの試練の中で一番むずいんだけど。ちゃん、でも倒せないもんね、炎なんて。あ、矢を撃てってことか。ちゃんと倒してく、もうこうなったら。さすがに2回もやられてるようじゃな。あ、リンゴ落ちてる、ラッキー。木の矢も落ちてる。お前も、もうえつきろ。一回倒したら、もう復活しないんだな、こいつら多分。よし。ってのが分かりゃ、こっちのもんや。じゃあ、お前も燃え尽きろ。あいつやばそう。やばやば、なに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 これ、なにこれ。よし。はぁ、あ。どっから狙ってんの、お前。欲しいんだけど、その、氷。オッケーオッケー、そこか。やめて、落としたか、一人。いや、届いてねえのか。よしよし、吹っ飛ばした。お前も吹っ飛べ。よし。で、さっき落ちた時に気づいたけど、こっちから行けるし。ちょっと待って、ちょっと起きんの早いっすね、あんた。ちょっと待ってよ、待て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 、ふざけんじゃねえぞ。やば、やばやばやば。あ、雷のやつはもうこれで吹っ飛んどけ。いや、そこにもいんの、まだいんの。ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー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 。ちょ、雷のやつ待って。やばい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 。やばい、いろんな、あ、妖精さんありがとう。怖い。ここ怖い。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんとにちょっと待って、お前ら。一人ずつ倒していく。うわぁ、マジで、コログさ、これクリアで、勇者を過大評価してるって、お前ら絶対。勇者ってそんなすごくないから。オッケーオッケー。あー、ちょっと後ろのやつも倒しとくかも。ふざけんじゃねえぞ、お前。吹っ飛べ。え、お前当たってねえの、今の。え、いや、待て待て待て。ゲームオーバーがないのがマジで唯一の救いだよ。こんな。ゴーゴーホットミルク飲む。なんか動き早くなるらしいんですよ。魔物に絡まれてるやつ助けたらもらえた。なんか忍びの衣装とかも夜になるとめっちゃ移動速度上がって探索に便利です。そんなもん、このゲーム出てからだいぶ経ってるかもみんな知ってるのかもしれないけど、一応もう倒せるやつは倒しとこう。で、ここのやつはもう倒してやる。やっぱちょっとずつ倒して進んでいくんだろうな、本当に。ここのこいつはマジで殺しとく。よし、ちゃんと殺しとく。じゃないとダメだ。ちゃんと殺して進む。慈悲はないからな、そこには。あと一体どこだ、遠いな。え、俺の移動場所までちゃんと見て当ててきたな。ちょっともうダメージを多少食らったとしても、あいつら弓もくれよ。焼きリンゴたくさん作っといてよかった。え、ここどうやって越えるよ。やめて。よし。え、ここどうやって越えんの、マジで。え、越える術あるか、これ。あ、なんだ、ここ入れんな。あ、登れんのか。え、何この空間。え、せっかく入れたのによくわかんねえ空間。あ、じゃあ他んとこは登れたりすんのか。登れなくない？え、だったらマジでどうやって行くの？いや、無理そうだよ。いや、死ぬ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 。あぶねあぶね。あ、木を登れってことか。そういうことか、オッケーオッケー。進行方向はどっちだ？このままこうやって行けば。あ、宝箱あんじゃん、ラッキー。何？
森人の剣攻撃力アップやった。いや、これは持って帰ろう。絶対に。思い出にしよう。捨てれるやつがもうハンマーしかねえ。森人の剣攻撃力アップ大。でも装備変えちゃダメなんだもんね。だったらもう結局使い道ないぞ。もうあいつは生かしておこう。害はなさそうだ。木をうまいこと登っていくしかない。やめて。こっち側来て。うわ、やめて。お前ほんと的確だな。才能ありすぎるだろ。あ、あれが祠か。やば。ちょっと待って、ここまで来た。何お前。これは助かる。逆にもう宝箱とかあったとしても行くもん。あるかもしんないけど。ゴール。到着おめでとう。燃えずの試練達成だ。ほんと？さあ勇者様、祠で祝福が待ってるぞ。祝福？あ、そうそう、また試練やりたくなった。あ、できるんだ、よかった。あ、そうなんだ。じゃあ宝箱取りこぼしてたとしてもいけるってことね。よし、マームラの祠。いや、一番難かった。ゼルダの伝説初めて一番難かった。え、いきなり宝？え、試練をくぐり抜き、あ、いいの？マームラノンの祝福。へぇ。ありがとう。でも武器とかいらんよ、今。古代の巨大なコア、なるほど。祝福？へぇ。そうなんだ。祠でもこういうシステムあんだ。祠までの道中が大変だった場合は、こういうことしてくれんだ。祠の外が本番ってこと。ありがとう。いや、めっちゃ難かった。あと一個の祠もこんくらい難かったら結構心折れそうだけど。今日がっつり進めようと思ってんのに。さて、あと一個の祠はどこだろう。え？ここで戻るとかある？ちょっと待って、ちょっと待って。こんなとこまで俺来てたんだ。で、ここでしょ？あとどこ？こっちら辺にあるってことか。一回ちょっと戻ろう。あ、シーカーも何？森人シリーズ全部くれんの？俺に。ありがてえ。コログの森にしか自生しない飛び切り硬い木を作って作られてるので見た目よりはるかに丈夫。あ、そうなんだ。いや、木の盾はありがたいんですよ。あの、敵の矢をさ、受けてさ、矢を集めることができるんで。めっちゃ助かってます。ちょっとついでに盾ポーチもでかくしました。弓は多分あんまもういらねえかなって、思うんですよね。いや、わかんないけど。結局あの、青髪ライネルとかを倒した弓を一式で揃えたいみたいな、な風になっちゃうしね、絶対。よう、終わった。あー、まだあんだ。わわ、もしかして、もしかして勇者様、そうだよ。勇者様、強くなるための試練、ビーカン考えてみて。お前考えてくれたんだ、ありがとう。こんなとこにいんだ。戦わないし、怖くもない。だけど、ちょっと慎重さが必要なこと。あのね、ルミー見てみたいな。何が？暗いところでピカピカ光るピーカンぐらいの青い生き物。え、でも何でもいいからルミーに見せてほしいの。見せてやけど、なんだろうそれ。あれ、ちょっとちょっと、もしかしてもう持ってる？え、なんだろう。あー、ルミーね。こいつなんかさ、あの、よかった、写真撮っといてなんかね、こいついるんすよ、幻想的なウサギ。矢を撃つと金をめっちゃ落としてくれるんですよね。わわわわ、これが幻のルミ。そうなんだよ。ピーカンが思った以上にぴっかり光ってたね。そうね。でも俺あんま写真上手に撮ってなかったけどね。勇者様ありがとう。これでもう思い残すことはない。死ぬの？素敵なものを見せてくれて勇者様に。ピーカンから素敵なものをあげるね。ありがとう。あ、あり、金。そうそう、勇者様っていろんな時にルピーが必要だよね。そうだね。もしどうしてもルピーに困ったらルミに矢を当てるといいよ。そうだね。めっちゃ落とすもんね、あれ。ありがとう。でもなんか心が痛むよ、ちょっと。やっぱそういうことなのか。一人でも大丈夫かな、何？あ、君、勇者様だよね。あ、いや、お願いします。ちょっと頼み事があるんだけど。今ね、私のチビスケ、トッチがコログの試練に出たんだけど、コログの試練に。いつも私も一緒に行くんだけど、どうしても一人で行くって言って聞かないのね。しょうがないから一人で行かせたんだけど、迷子にならないか不安なのね。ちょっと後ろをついて行ってほしいの。あ、見つからないよね。あ、オッケー。どこに？初めての試練。これか、試練。
え、そいつはどこにんの？トッピーみたいな。あ、試練こっちだ。あ、そういうことだったら、うってつけの装備あるわ。本業忍びなんでね。ただ、あいつがちょっと見づらいな。今何か動いた？いや、動いてないよ。こいつ撃ったらどうなんだろう。びっくりしてんの。え、進んでる？どこにいんの、お前。どこ行った？平気、あ、平気ならよかったな。次、え、どこ行った？次は。あいつどこ行ったの？完全に見失ったんだけど。あ、この木、見覚えがある。あ、なんか、だいぶ先に進んでんな。あ、やばいやばい、バレる。あ、バレた。いや、お化けじゃない。って、何あなた、ついてきたの？一人で大丈夫って言ったらもうやり直しじゃない？そうなんだ。ごめん。余裕かましすぎたわ。ちゃんとやる。いや、慎重にやったら大変。じゃあ、あ、オッケー、トッチーね。オッケー。いいよ。いや、トッチーっていう名前ももう一回聞きたかったしね。これ何回もさ、見つかってるとさ、立っといたろ、ここに。今どんくらい？トッチー。何も動いてないよ。どっち？今どんくらい？俺この木の上でお前のこと見とくわ。しょうがねえから。どっち？どこ？あ、あそこね。平気って言ってる。頑張れ。あ、やばい。こういうのもあんの？わかった。ちゃんとやる。ずるいことはしない。あー、気がついた？君森で迷っちゃったみたいだね。どっちが連れ戻った時はびっくりしたよ。どっちはまた行く？あ、そうなんだ。なんでトッチは俺のこと気にかけてくれてんの？不思議ね。ボバーン！あ、トッチお前近づいちゃダメだぞそれ。爆弾だぞトッチ！ノーダメージじゃんトッチ。え、めっちゃお前ビビってない？大丈夫？震えてるのは寒さのせいだったりする？あいつさ、ちっちゃすぎてさ、あー、なんだ、走れんのかよ、お前。頑張れ。結構、むずいね、これ。頑張れ、トッチ。頑張れ。こっちで合ってるはず、合ってるといいな。え、トッチ、お前戻ってきたりすんの？トッチ、しゃ、あ、なんか、大丈夫か？木とかが落ちてきちゃったりすんだ。で、俺の方向いてバレたりする場合があるってことか。でも、そうやってハテナとか出てくれるとマジで助かるわ。結構まだ距離感あるもんね。頑張れ、トッチ。ちょっと見づらいな、トッチ。木の枝が落ちたんだ。だからここに隠れてたら結構やばかったよってことなんだ。綺麗な花まで来た。よかったな。頑張れよ、トッチ。残り半分あんの、まだ。もう終わってもいいよ、トッチ。どこ行った？喋って。どっち行った？お前ここで待ってたりしねえよな、トッチ。あ、いいやん、頑張れ。トッチ、頑張れ。爆弾の音にも気にならない。え、誰かいるの？いや、いない。あ、でも気にせず進むじゃん。うわ、お化け。え、俺バレたの？本物のお化け。え、めっちゃ戻ってくんじゃん、どっち？え？どこまで戻ってきた、どっち？あ、でも進んでんな。今、右側に進んでる。なんだ、木の影じゃん。なんだ、お前。ちゃんと進めよ。いや、トッチーが本当に木の影みたいに見えるわ。だからあんま近くにいると本当にそういうギミックで見つかるってことなんだ。それか忍び衣装も俺めちゃくちゃ育ててるから大丈夫なの？大丈夫。頑張れ。
どっち？お化けなんていない。お化けはいるかもよ。どっち、どこ行った？次は。暗いよ、怖いよ。怖いならもう一人で行くなよ。どっち、どこ？次は。あ、結構奥進んでんな、どっち。あ、もうちょっとだ。よかったな。あ、やべ。狼とかが吠えちゃった。こいつは的確に殺す。よし。邪魔すんな、今トッチ一人で頑張ってんだ。どこ行ったトッチ。多分動線的にはこっちだと思うんだけど。あ、違うな、違う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 、オッケーオッケー、危ね。あ、祠が見えた。あ、よかったな。危ね。じゃあここでまた戻ってくるイベントあんじゃねえの。あ、ほこらたどり着けたじゃん、どっち。たどり着いたんじゃないもん。ただ、ほこらにたどり着くまでが、やっと着いた、よかったじゃん。で、どうすりゃいいの？え、で、どうすりゃいいの？もう行っていいの？あ、めっちゃ喜んでんじゃん。え、もう行っていいの？終わりなら終わりって教えてほしい。え、めっちゃ喜んでんじゃん、お前。トッチ。トッチ、お前めっちゃ喜んでんじゃん。よかったじゃん。トッチ。空き容量不足。やった、着いた、試練終わり。よかったな。え、誰？あなたひょっとして勇者様。そうだよ。勇者様、私、ちゃんと一人で試練終わらせてすごいじゃん。あ、そうだ。祠で勇者様の祝福が待ってるって、デクの木様が言ってたよ。言ってみたら。ありがとな。ありがとな、トッチ。試練終わらせたからもう一年前だもんね。えへん。すごいじゃん。頑張れよ、これからも。そっかそっか、一人前のお前にじゃあ、俺からアイテムをあげよう。あ、焼きリンゴとかあげられねえんだ。焼きリンゴあげられないか、そっか。トッチって何がいいの？好きなの。リンゴ、やるよじゃあお前。ほら、リンゴでも食え、トッチ。頑張ったな、よく。ほら。トッチ、リンゴだ。食べていいからな、それ。だ、チョカヒの祝福。やった、祝福なんだ。祝福っていうシステムあんだ。古代の子はばっかりね。あ、一応三つの祠を終わらせてきたよ。あれ、まだあんの？あ、そっか、操りの力の試練、行ってないな。ここまっすぐ進んだら、試練。あ、誰かいいんじゃ、あ、なにコログたちが住んでんの？ビーカン。ルミってる。ルピーをいっぱい持ってるから光るのかな。どうしてルピーいっぱい持ってるのか。ルピー屋さんなのかな。ルピー屋さんなんてない。あ、なに、あらあらあら、待ってたわよ。勇者様がもうすぐ来るってデクロン貴様から聞いたから、お腹ぺっこりかしらと思って森のキノコをかき集めてきたわ。優しいな、お前。私はキノコ屋さん。美味しいキノコ、怪しいキノコ、よりどりキノコ。あー、そうなの。せっかく、あ、売りたいじゃない。買う。え、せっかく用意してくれてんなら。私はキノコ屋さん。日が暮れたけどキノコは元気よ。そうなんだ。か、ここって。ここはデクの木様のお腹の中。雰囲気いい。うろでしょ。雰囲気のいいうろでしょ。うろ。勇者様のためにお店を開こうってみんなで決めて鍵、飾り付けたの。あ、ありがとう。あ、うろってそういうことか。体の大きい勇者様には窮屈かもだけど、そんなことないよ。ただデクの木のお腹の中っていうのがちょっと気になるだけ。木だけに。え、せっかくなら。あ、でも持ってるな、めちゃくちゃ。え、持ってるわ。え、持ってるわ、全部。珍しい。まあ、これぐらい買っといたるか。よくわかんねえけど。かなり貴重って言ってるし。せっかく俺のために用意してくれたって言ってるし、ね。買わないわけにはいかねえ。あ、ここなに、宿屋。こんばんは、こんにちは、ごちそうさま。ごちそうさまは違うだろ、絶対。ペーパパ。あ、ごめんなさい、ちょっと寝てました、そうなんだ。いやいや、勇者様ですね。見たらわかんの、お前ら。ありがとうな、なんか。リトの村ではなんか末裔ってずっと言われ続けたけど。デクの金様からお話を聞いてましたが、ついに森まで来てくれたんですね。待ちくたびれて猫が出ちゃうかと思いました。そのギャグはよくわからんけど。ようこそデクの金様のおへそへ。おへそ？勇者様のために葉っぱで寝所作っておきました。朝起きたらデクの木と一体化してたら嫌なんだけど。おいくら？あ、ルピーはいらないですよ。勇者様なんですか？マジ？
ペパパずっとずっとこのベッドに勇者様が寝てくれるのを待ってたんです。ずっと待ってたら眠くなっちゃってすぐ寝ちゃった。 ありがとう、だったら寝てくわ。そんなめちゃくちゃ歓迎してくれてるじゃんこいつら。じゃあ朝まで寝よう。ありがとう、嬉しいわ。怖いけどちょっと。おはようございます。ご飯はお隣のキノコ屋さんでどうぞです。キノコ、疲れてても疲れてなくてもまたむにゃむにゃゴロゴロしに来てくださいね。ありがとう、ここ家にしようかな。あ、しかも俺のためだけのベッド作ってくれてんじゃんお前。ありがとうな、嬉しいわ。え、何お前、え、しかもここにもこういうのあんの。頑張りの器を増やすよ。はい。あ、でもそっか、マスターソードの下りあるからさ、あ、タイマの剣か、さ、タイマの剣の下りあるからさ、ハートの器の方がいいのかな。あ、でも頑張り上げてきちゃったからな。頑張り、あと一周、あと一周つうか、一周分だけ頑張り増やしておこうかな。どうせマスターソードなんてまだまだ手に入んないんでしょ、普通。こんな段階で手に入る代物じゃないんでしょ。ありがとう。お前は何屋さん？あ、矢とか売ってんの？これはこれは勇者様、ようこそいろいろ屋さんへ。いろいろ屋さん？森で取れるもの、取れないもの、いろいろ売りますよ。ああ、ありがとう。何があるの？勇者様に役立ちそうな矢と食べ物、集めておきました。お前素敵だな。電気の矢は雨の日に使うといっぱいビリビリしちゃうからおすすめでさ。知ってるわ。ありがとう。じゃあ全部買っていくわ。全部買うよ、お前。ありがとな。お前ら最高だな。なんかあんま好きじゃなかったけどさ、ビジュアルとか、いろいろ。もうめっちゃ好きになってるわ。でも全部買うよ。そんな用意してくる。ああ、ごめんごめん。いや、買う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 。全部買う、全部買う。もう金なんていくらでもあんだから。大して使わないかもしんないけど全部買うわ。買う買う買う。リンゴ、これ俺があいつにあげたやつじゃないよね。一個だけって買ったよ。ごめんなさい、全部売り切れました。何か売ってくれるなら買いますよ。ああ、別にいいや。ありがとうな。お前らから金もらってもな。木のお玉、じゃあもう一個のほくら行くか。おーっと、なになになに、お任せ、なんだ。ようこそようこそいらっしゃい勇者様。森のことならまかまかにお任せですよ。お前まかまかって言うんだ。デクノキ様とお話ししたいならここを登ってくださいね。森について、このコログの森の見どころは何と言ってもデクノキ様と剣の台座ですよ。あ、そうなんだ。観光スポットになってる。見どころなんて言っちゃうと怒られちゃうかもしですけど、デクノキ様の中には勇者様のために寝る場所や役立つものを用意してるですよ。ありがとな。あとは剣の台座、言わずと知れた大魔の剣が刺さっている場所です。実は剣の台座はこの森の中心でもありまして、台座に立ってぐるっと見回すと森の中の道がほぼわかるです。そうなんだ。目印に豆のランプもあるのでそれを頼りに進んでみるのもいいかもですね。あ、そうだね。なんかそのそれを頼りにまっすぐ進んだら祠に行き当たってた今までも。というわけで、もし道迷ったら剣の台座まで戻ってみるといいです。ありがとう。剣について、あなただけの大魔の剣、やっと出会いましたですね。そうね、あなたじゃない他の人が出会わないように私たち頑張りましたですよ。ありがとうな。え、他のやつも抜けちゃうの？勇者じゃなくても抜けちゃうの？もう迷いの森迷いましたですか？めっちゃ迷った。あ、迷わなかったからここにいるんですよね。失敬失敬です。明るいなお前。あー、さよなら。森からまだ出たくないからな。ありがとうな。これ何？ひー、うわー、かわいいなお前。じゃあ最後の試練行ってくるか。じゃあ、あと行ってないのと言ったら、こっち行った。あとなんだっけ？南西だっけ？っていうことはこっちなのか。まっすぐ進んでみよう。あ、いるな。あいつか、試練の主は。よ、お前試練の人。おや、ハイリア人がコログの試練を受けに来たぞ。いいのかな？まあ、いいか。俺からのコログの試練を受けてみろ、受ける。わあ、すげえ、本当にやるの？行ってみるもんだな。何お前、明るいな。そんじゃここの試練について説明すんね。ほんと、なんと霧に迷い込まないように進んでいくだけだよ。簡単でしょ、簡単だ。あれ、なんかすごい不満そうな視線。大丈夫大丈夫、手がかりはちゃんと用意してあるよ。鉄を食らう木が道を示す、それを見極めるは操りの力。なるほどね。ほら、かっちょいい言葉でしょ。よく考えて進んでるのは。分かった分かった、もう分かった。マグネでしょ、つまりはマグネでしょ。いや、てっきり操りの力とか言うからさ、なんかあの一つ一つのやつを
やっていくのかと思ったわ。マグネとか爆弾とか使っていくのかと思った、コログの試練。え、どう進もうか。なんかその鉄みたいなやつどこにあんの？あー、なんか鉄あんな。鉄あるわ。ほんとは鉄食ってんじゃん、お前。あ、引っこ抜けるわけではないんだ。じゃあこいつ、こういうのを探せばいいだけか。簡単だな。あ、待って。さっき考えたんだ、そして。あー、鉄くる。あー、なるほどね。こうやって見てけよってことね。オッケーオッケー、わかったわ。俺がやり方間違ってただけね。どこにいる？鉄くらってそう。あ、いるじゃん。オッケーオッケー。だこいつのところまではまず行っていいってことでしょ。で、こっから、あー、いいねいいね。わかるわかる。簡単簡単。めっちゃ簡単じゃん、この試練。一番簡単な、うわー、ふざけんじゃねえぞ。いや、コログからもらったせっかくの剣を使いたくはねえが。あ、あんじゃん。よし、行こう。これ、家に飾っときてえわ、コログの剣。え、次どっち？あ、こっちか。あ、このまま道進んでんだ。あ、あったな。なんか、祠みたいなの。てか、宝か。いやー、なんだ、お前ら。待て。森人の剣壊れる。やめてくれ。壊したくない。いや、待て、マグネじゃなくて爆弾。もうこいつらはほんと爆弾で吹っ飛ばしゃいいだけ。よーし、これ何？錆びた盾かい。なんかあるな、でもそこに。なんだろうこれ。よみがえりし魔物たちの守る古びた盾を我がうち。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。じゃあ盾を、錆びた盾を入れればいいんだ。で、錆びた盾壊してたら終わってたじゃん。え、食われる俺。あ、宝だ。何その自動販売機システム。祠？あ、イカダだ。ついにイカダを使う時が来たのか。じゃあこれコログのうちわなんじゃない？いや、でも俺、あれだよ。実況撮ってない時に海賊ごっこしてたよ。川。ずっと下ってみたりしたんすよ。琥珀、え？え？やった、コログのうちわだ。あー、武器ポーチがいっぱい。くっそ、嘘だろ。え、もう捨てたくないんだけど、これ。森人の剣。ごめん。あー、ここじゃ外せねえのか。いや、必ず取りに来る。森人の剣。コログのうちは。だから、結構あの、やり方わかりますよ、これ。なんかこの穂に向かってやると、進んでいくんですよ。海賊ごっこしてたんで。よし。で、次は我が宝箱を捧げよ。我が宝箱、嘘だ。持ってこいってこと、あれ。先に言ってよ。じゃあ本当に海賊みたいなことしろってこと。めっちゃうちわあんじゃん。マグネでキャッチして、我が宝箱ってこれで合ってる？じゃあ、やった宝手に入れたっていう海賊ごっこしろってこと。これで合ってる？ねえ。お前の言ってる謎。まあでも金属の宝箱だしな。これお前の宝箱なの？そして琥珀が入ってたぞ。ほら食え。いや、本当にこれでよかったの？え？祠だ。祠じゃん。待て。あぶねえ。騙されるとか。そうだよね。この距離感だったら、だってイカダいらねえもんな。そういう意味か。コログの、あれは？俺の剣は？嘘だろ。森に帰ったのか。うわ、あれ家に飾るって決めてたのに。悔しい。くん。シダジの祠。オッケー。やっていこう。
君シダジの祝福はもう本当に全部祝福なんだ。なんただただアイテムくれるじゃん。古代のコアなんでしょどうせ。まだと思った。三つの試練やってきたよ。なんと全ての試練終わらせたじゃん。もそうだよ。ヒューヒューすごいじゃん。もかっこいいじゃん。もだろ、うん、お主がマスターソードを抜くのも時間の問題じゃん。もん抜く姿を早く見せろじゃん。もえどうやったら抜けんの。ハート何個必要なの。あちょっとその顔全部巡ってきたからなんかくれってことじゃん。まそうだね。ハートの器100個くらいくれ。しょうがないじゃん。もとっておきをやるじゃん。もダイマックストリフさん何だろうこれ。そのダイマックストリフを加えた料理を食べればジオ競争効果的面いつも以上に体力をつけられるじゃん。もこれは嘘じゃないじゃん。嘘だと思ったら試してみるじゃん。そうなんだ。いやでもなんか俺あの南国で見つけたマックスドリアンってやつを5個入れて作った果実煮込みがえぐい性能なんですけど。でもあれだよね、多分これマスターソードのやつってこれでいけたりすんのかな。そんなバカなことないよね。食べてみよう。だってハートこんな増えんだよ。抜けんのかな。いやだよね。なんだよ。おじけづいたか。覚悟ができたらまた挑むか。いや分かった。いやハート無駄に増やしちゃったよ。ありがとうなお前らスタジ。実はお主のために用意された試練3つだけじゃないんじゃん。そうなの。その中でも一番難しいハイラの謎々の試練を見つけたじゃん。見つけてない。まだじゃん。ならばデクノキ様のてっぺんに登って。あそうなんだ。誰も達成してない究極の試練が待ってるじゃん。行く行く。よよかった話しかけて。まあ、リーバルもあるしすぐ登れそうだけどな。あでもまだまだリーバルを使ってもなお上があんだ。へー、じゃあリーバルなしの人めっちゃ大変じゃないここ。だって確実にリーバル取ってくるとは限らないってことだもんね。ハートめっちゃあんだけど。ああれか、最後のリーバルを使う。うわめっちゃ綺麗じゃんここ。すげえ桜に埋もれてる。いいな。ここか。で、なぞなぞとは。なにこれ。壊していいの。これが謎で、あ、お前か。よ。むにゃぞな。どうした？ぞ？わあ、ついつい寝てしまいましたでぞ。この私を見つけたということは究極の試練に挑戦するのですゾナ。そうだねゾナゾナ。古本では究極の試練始めるぞな。もういきなりわしが言う手がかりをもとに現物をここへ持ってくるぞな。小さくて赤くて丸くてシャリッとした甘い。もうリンゴじゃん。だからリンゴ売ってたの。せあオッケーオッケー。正解を葉っぱの上に置いたら踊ってくれんだって。あじゃあ下に売ってたものだったりするのかな。なんか勇者様に役に立つものとか言ってたからそういうことなのかな。これだろ。リンゴゾナリンゴゾナ、それゾナそれゾナ、正解ゾナ、踊るゾナ。よかったな、みんな踊りが好きなんだな。では次のお題を出すぞな。かかりこ村名産カチコチのやつ。あーなんか持ってるわ。カチコチ人参とかだっけ。あかぼちゃか、鎧かぼちゃか、これだ。ほい鎧かぼちゃぞな。それぞなそれぞな、今までもらったものなのかな。次のお題。暑いとこにある料理するとポカポカするだけのものなんぞ。あ、持ってる持ってる。何でも持ってんのかな俺もう全部。ポカポカ、あれでしょの実でしょ。おい。違うの踊らねえじゃん。ぞ？え、ポカポカするだけのもの。え、ポカポカする。あ、ポカポカだけってこと。キノコとかかってた。ポカ、もう答え言ってんじゃん、じゃあ。やったぞな。おいっぱい踊ってんな。では次のお題を出すぞな。ビリビリに強くなっちゃいます。あ、マス。だからこれマスなんだ。ビリビリマスとか俺持ってるかな。頑張りバスなら持ってるけど。ビラ、持ってる、よかった。海賊ごっこしててよかった。海賊ごっこしてるときに、魚いっぱい取ったんですよ。では次のお題出すぞな。これが最後のお題ぞな。心してかかるぞな。やった。爪は爪でも火のついた爪は、なんぞな。
え、ひづめ？ライネルのひづめなら持ってるっす。あ、ヒノックスの爪か。はい。あ、違うね。やっぱひづめなのかな、ライネルの。はい。うわ、合ってんの。ライネルのひづめゾナ。それゾナ、それゾナ。正解ゾナ、踊るゾナ。さすが勇者様ゾナ。これご褒美あげるゾナ。あ、ダイヤモンド、ありがとう。もうなぞなぞ出し尽くしてしまったぞな。わしの負けぞな。大したものだぞな。ありがとう。あ、そんだけ？究極の試練って。え、そんだけなの？もうなぞなぞ、あ、オッケー。そっかそっか。そんだけか。試練の証とかくれたりするんかと思っちゃったわ。桜田工務店社訓。ペンキは7色。気分は春色。明るお前ら。絶対楽しいじゃん、この職場。毎回違うのかな。桜田工務店社訓、ノコギリは引いてダメなら押してもダメよ。そうなんだ。そうや、ノコギリで引くもんだもんね。引くときに切るやつだもんね。すげえ、めっちゃあんじゃん。全部見たくなんだけど。桜田工務店社訓、金槌トンカン、陽気なリズムで。あ、そうなの。それ社訓なんだ。いや、男らしいな、これ。桜田工務店社訓、お顔はクールに、心はホットに。いや、いいね。いくらでも出てくんだよ。いくらでも出てくるタイプの人なんだ。毎回アドリブなの、二人とも。そんなわけないよね。本当に社訓なの。とりあえず扉と、どこにあるんだろう。あ、すげえ。これリンクって書いてあるのかな。リンクのお家、表札を作りました。扉ないと家じゃないもんね。で、なんか照明を作りましたね。あとベッドはまだ作ってないです。多分ここで寝ることないんで。あ、コログの歯、うちわじゃなくてこれこれ。いや、これはもう思い出として置いとこう。いいじゃん、いいじゃん、並びもいい。で、モリンチュも置いといて、で、盾も置いとこう。いいじゃん、いいじゃん、いいね、いいね。ちょっと見つけた祠が何個かあるんで、それを今から解放していこうかな。解放、回収していこうかな。あ、なんだこれは。いきなり何をしてんの。お花を傷つけちゃダメよ。わあ、怒られた。どういうこと。祠の周りにお花を植えてあげたの。くれぐれも踏まないよね。なんて余計なことをしたんだよ。穴踏む。あ、まあでも簡単じゃない、そんな。はいはいはい、オッケー。あー、これも花だったんだ。お花を傷つけちゃダメよ。お花が痛い痛いって言ってるわ。あ、そうなんだ、ごめんな。わかったわかった。じゃあどこを通ればいいかな。迷路みたいにしたのね。なんでさ、祠までの一本道にしなかったの、お花植えるなら。これはいいの、これはセーフ。オッケーオッケー。だってこいつらがお花を傷つけるかもしんないんだもんね。しょうがないよね、それは。俺が花さえ切らなきゃいいってことだよね。だからこいつらに、もう何度言ったら分かるの。お花を大事にしなさい。お花も生きてるのよ。分かってる分かってる。だからさ、魔物を倒してたじゃん。もう目腐ってんのかい。あ、やべ。あ、がっかりしてる。何度も。あ、殺されんの。セーブとかしてねえぞ。何そのモーション。百景の黒みたいじゃん。何度も言ったのに。やばそう。どうして分かってくれないの。いやー、怖っ。お前が一番怖い。お前が一番怖い。お前がお花を一番ダメにしてるって。何日も何日もかかって植えたのに、何回も何回もあなたを傷つけ。お前も傷つけてない。大丈夫。死んじゃったの。あ、お花の恨み。大盛り知れ、ホラーじゃん。ホラーゲームじゃん。殺されたの俺。いや、もういいわ。わかったわかった。お前の気持ちはよくわかりました。リーバル早く復活してくれ。変な女に絡まれてる。リーバルトルネードだったらマッハなのに。復活してくれ。怖いよ。あいつが怖い。俺はもう、無理だよ。だから爆弾とかも使っちゃダメってことだもんね。これはダメなんだ。あ、オッケーオッケー。あ、オッケーオッケー。これループするんだ。また最初に戻ってってことなんだ。リーバル、マジリーバル早く来て。
こんな慎重に進んでんの。じゃあ魔物倒さなくていいってこと。お前知らないよ、後であのスライムみたいなやつに襲われても。どいてどいてどいて、あのお前よりあの女の人の方が怖い。あ、お前がなんか鼻傷つけんなよ絶対。え、これどうやって行くの。ある道。いや、バカバカ、やめろやめろ。オッケー、よかった、流れに乗せて。でもあの感じは絶対さ、あれだよね、鼻踏ませるために置いてるよね。だって入り口にも置いてあったんだもん。手入れしてないの逆に。え、どういうこと。ああ、そういうことね。めっちゃ簡単なゲームだ。宝箱とかないよね。進もう。ああ、こういうゲームなの。え、めっちゃ簡単じゃない今んとこ。あ、宝箱があんな、下に。これはマグネでキャッチできますか。あ、できそうな色してたな、今。あ、できるできる。絶対これは。よし。ちょっと、あー、待って待って。なんでなんで。え、あ、そういうこと、ここで消えんのか。あ、そういうことか。いや、てっきりそうだよな。流れだもんね。そっかそっか。いやー、勘違いしたわ。行ったり来たりするやつなのかと思っちゃった。行ったり来たり系かと思ったわ。じゃあ、ここら辺乗っといて、もう、速攻捕まえて。いや、あんま時間かけてられんぞ。でも、上に上げとけ。とにかく。よし。よし、これでいい。オパールね。十分、十分。え、爆弾みたいなのあります？え、まさかと思うけど、宝箱爆発させるわけではない。え、これ宝、取れる。取れないね。あ、でも、なんとなく、いけんじゃないこれ爆弾で。爆風で。宝箱どこ、嘘でしょ。宝箱の中身が出たってことでいい？これ木の矢5本だったってこと？もしや、そうなの？そういうことなのね。これはもう普通に爆破させりゃいいってこと。あ、待って、何外したの俺。あー、もしかしてだけど、これ宝箱乗らなきゃいけなかったのか。宝箱乗ってってことだったのか。あ、でもここでもう撃てるな。水あるから爆破しないとかなのかな。だいぶゆっくり進んでるね。ここ、いやー、濡れてんだな多分。でもちょっとむずいな。弓が下手な俺からしたら結構しんどいゲームだな。ここリーバルトルネードとか無理だもんね。あ、浮くんだ爆弾も。あ、でも最悪爆弾でいいじゃん。なんだったら爆弾の方が簡単じゃないこれ。爆弾流れんの押せ。え、だって抜かれちゃいそうだ。新しいやつに。あ、そこの流れが早いのか。じゃあ爆破しろ。よし。なんだ、赤タルみたいなの使わなくてよかったんだ。言っといてや。あー、やばいやばいやばい。待て待て待て。よし。これで OK かな。え、何ここ怖すぎんだろ、急に。鉄の橋。なんだろ、それ。まあ、とりあえず橋をかけりゃいいんだ。これをマグネキャッチってことか。あー、これね。あ、なんとなくいけそう。こんなんやんなかったっけ前。まず登れんのこれ。登れそうだもんね。ここは？あー、ギリ足らんのか。じゃあこうやってずらして、俺が乗ってもここは大丈夫。さらにこいつをこの辺に乗せれたり。あ、だよね。よかったよかった。簡単だ、俺は。何が入ってんだろう。盾が欲しい、盾が。琥珀。琥珀から盾は作れないものかね。あ、なんかあんな。あれをなんかすんだな。これどうすんだ。あ、結局、そういうことか。あ、そっか、普通にさっき段差にしたけど、こいつ自体登れんだから段差にする必要ねえんだ。このままだってこうやって登ってきゃいいだけなんだもん。さっき何したんだろうね、バカなのかな。で、こいつを、
オッケーオッケー。多分こっちからマグネやるんだ。でどうする？こんなんで届く？絶対届かないよねこれ。え、どうすんだろう。わかったわかった、これはわかりましたね。一旦上に戻して、結局俺ってパラセール持ってんだから、こいつらを上に上げて高ささえ稼いでしまえばみたいなとこあるんだよ絶対。ちょっと邪魔だな。だから高さを稼ぎます。これでかつこいつもこう乗せちまえば、いやちょっとわからんな、向きが。こいつが落ちない程度に乗せてしまえば、落ちない程度にね。ワンちゃんもこれでいけそうなもんだけどね。これでいけるんじゃね。あ、いけるんかい。じゃあ何だったのあれ。え、どういうこと。でさっき言ってたのがここなんですけど、もう多分ガーディアンみたいなめっちゃ倒したんであれなんですけど、もうめちゃくちゃガーディアンいたんですよね、ここら辺。もう一掃したんですけど、奥に祠あるみたいなんで、そこ行ってみようかな。いやほんとめちゃくちゃ大変でした、ここ。あ、さらに奥にもいるな。あ、そっか、さらに奥にガーディアンいたからもうダメだって思って帰ってきたんだった。もう俺ダメだって思ったんだった、ここで。でも結構退治しといたんで、あんまもう残ってるガーディアンは多くないんじゃねえかな。1匹、2匹くらいだもんね。あぶね、やべ、あぶね。もう祠に行くから俺、怖えな。あ、待って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 、よし、これも相当な祠でしょ。ロナカータの祠、ロナカータの祝福。あ、祝福なんだ。ガーディアン倒すのが試練ってことか。火炎の体験やった、かっけえ。いやこれ持ってたんですけど、なんかボコブリンとかがめちゃくちゃ守ってるところがあって、そこにさ、勇者の剣みたいな刺さってたやつ持ってきたんですけど、いやー嬉しい。ちょっと探索してる時に見つけたんですけど、なんかここ闘技場らしくて、闘技場跡地らしいんですけど、闘技場跡地にめちゃくちゃ強そうなやついたんで、また赤髪なんすよねあいつ。あの前戦ったやつは青髪ライネルだったんですけど、今回赤髪なんですよね。なんでその赤髪倒していきたいと思います。絶対赤髪の方が強いもんね。まあ、バレたとしてもなんとかなりそうだが、もうバレちゃ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 う。いやーまあいっか、かかってこい正々堂々。あ、盾が、盾が、お前いい盾とか持ってる。グラヒアから、お、ヘッドショットかました。お前の仲間の弓だこれ。大足とか使っといた方がいいか、もういっそ爆弾で吹っ飛ばすか。あ、お、ラッキーラッキー、吹っ飛べ。よし、かかってこい。どんな声来る。うわっ、あーでもハートがいっぱいあって助かった。ハートいっぱいあると楽だな。オッケー、もう慣れてるよお前みたいなやつの攻撃。赤髪のやつやべ。あー、ここでもラッシュ入れちゃう。なんか戦い方、あ、しかも盾持ってんじゃんお前。あー出た、同じ攻撃もあるんだ。 OK、 大足の弓の実力見せてやるよ。お、ヘッドショット入ったか。あ、なんか弱いなお前。やっぱ始まりの大地に近いからなのかな。あ、その攻撃はもう当たんないよ俺には。あれあれ、お前もっと強くなかったか。ライネルの弓、あ、こいつの方が弱いのか武器的に。 10×3 だもん。
なんだお前のが弱えんだ。ライネルの盾、あ、でも30、ありがとう。ライネルの剣、あ、確かにあんま強くね。あ、あんまだった。なんかすーげー簡単に勝てちゃったな。まあいっか。ライネルの剣いいじゃん。ちょっと大鷲とか使ったのずるかったかな。次回からやめようかな。ずるいとかないか。ああ、なんか、ちょっとデザインちげんだ。なんだ、めちゃくちゃ強いのかと思っちゃったよ。え？燃えるような熱気が襲ってきた。どうしよう。冷凍の、やつか。な？え？やべえ。燃えるような熱気？一分しか持たんぞ。いや、でも、まだ燃えそうだ。え、どうすりゃいいのこんな。対策がねえ。やべやべ、燃える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 。嘘だろ嘘だろ。え、どうすりゃいいこんな。え、あそこの火山行けねえのか俺まだ。何燃えるような熱気って。やばいな、ここ。え、うわ、やば。これさ、氷の体験持ってたらなんとかなったりするか。なんもならなさそう。こんなに近くにあんのに。どう行けばいいんだ。いやーなんか、どう行けばいいんだマジでこれ。なんか対策できんのかな、どっかで。それか火山はまだ早いのか。祠があるな、あそこの祠。あ、いや、あれは敵の集落か。やばいな。うわ、やばい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 。結局燃える。これ以上右行くと燃えるな。服脱いだらいけんのか。いやでも砂漠とかの時って、服とか脱いだら余計ダメっていうよね。フードだけ被っとこう。肌が焼けたりすんのか。人とか歩いてねえかな。話が聞きて。しかも素足。足焼けるだろ。お風呂入ってた時に地震来た人みたいになってんな。これやばいな。今日あの火山の町の村みたいなとこ行って終わろうと思ってたのに。いや、燃える燃える燃える。裸で燃えたらえぐい。どっかになんか行商人とかいねえか。これの攻略を教えてくれ。さすがにあれ町じゃねえよな。まだこっち側来れないのか。ここはなんか最後の局面で来る場所だったりすんのかな。無理だもん。ちょっと待って、ちょっと待って。行商人みたいなやついる。行商人じゃなかった。くそ。あいつ行商人じゃねえのかよ。あ、マジでいけないのかな。なんか順番があるっちゃあるのかな、一応。わ、悔しい。次、火山って決めてたのに。ちょっと諦めて、向こう側に見える塔を今日は取って終わりにします。いやー、やり方がわかんねえ、ほんとに。もういけんのかな？なんとかして。燃えない方法があるってことだよね。え？お兄ちゃんまたよろしくな。なんていうの、真っ黄色の嘘。お命頂戴する。ああ、変な喋り方だと思った。なんかバナナのことバナちゃんってずっと言ってましたね、こいつ。気持ち悪いなって思ってスルーしようと思ったら。ただ戦えねえよ、今。こんなやつにガーディアンナイフ使うしかねえのか。くっそ。まあお前なんて鍋の蓋で十分だ。お前さ、バチバチしそうだよ。避けてれば勝てたりすんの？お前バチバチしそうだぞ、マジで。いや、大丈夫か？お前俺にも当ててくんな。死んだの？どういうこと？お、なんか泳いでるわ。お、お主。あ、なんかこいつらのくだりあったな。ここである、タッカ。お前、王子。あそこに向かおうとしてただけなんだけど。おお、お初にお目にかかる。あ、なんかイベント。私はゾーラ族のタッカと申す。お主、ハイリア人ではないか。そうだよ。ハイリア人だろ、そうだよ。いや、待って、そうそう、そうだって言ってんだ。実は今、なんかこれ、聞いたわ。いや、無理にでも言ってほしいな。決めた、無理にでも言ってくるわ、言ってくるわ。そうか、こんなに何回も言われるってことは、ダルブル橋を向こう。あ、オッケーオッケー。
あ、じゃあこっちやるわ。ここから東のゾーラ川の上流、あの塔の近くである。いや、なんかサブクエストかと思ったわ。ハイリア人頼んだぞ、ありがとう。いやー、もうそんな3人に言われてるからね、サブクエストじゃねえだろうな絶対。3人が言ってくるぐらいだからな。何ここ怖いんだけど。あー、敵の本拠地みたいな。うわすごいな。じゃあまあそのダルブル橋行ってみるか。おっと、なんだ、なになになに。いやー、こんなとこでハイリア人とは珍しいな。あなたこそ、うちは行商人やからな、どこにでも出てきようで。あ、自己紹介しとこうか。うちは双葉。あ、よろしく。以後よろしく。よろしくね。そんなことやらんた。さっきそこのゾーラと話しとったら、あ、話してた。あ、これメインストーリーか。あのゾーラ、ゾーラの里方面に行って、シドウジに会ってくれとか言うてたやろ。あ、お前も言われたの。うちそのシドウジとやらに会ったんやけど、あれは、あかんやつや。あかんやつの、やばいやつの。うちのこと見てずっと待っていたぞとか、君の名はとか聞いてきよるん。あ、そうな。ヤマトみたいな感じってこと。だからここまで逃げてきてんだけど。ま、あんたも怖いもの見たさに指導王子見てきてみ。あ、見てくるわ。男やったらナンパはされんと思うけど。あ、ナンパなんだ。ゾーラ座と、どっち行けばいいんだろう。ま、でもティラミスがこっちが行ってるからこっちが行ってみるか。そうなんだ。なんかそういうのがあんだ。あれ、俺が行こうとしてんのって結局これ、火山道で。あ、じゃあこっち側のルートが正しいのか。よくわかんねえな。結局行けなかったからな。めちゃくちゃ難か。あ、いや、セクシーな人現れた。サバサーバ。何、外国人。あたはゲルド族のカーシャ。覚えておきな。あ、よろしくね。ここから北に行くとゴロンシティにはお肌にいいというゴロン温泉が、あ、温泉があんだ。ただしたどり着くまでがお肌に悪い。魔物に襲われて傷だらけってわけさ。なるほどね。ああ、そんだけ。何の話よ、世間話かよ。あれ、コログのやつが欲しがっててさ、欲しがってたやつだな。取っといたるか。あ、これだよな、アイスロッド。ああ、これコログのやつに渡したろ。あいつ欲しがってたやつだ。氷を召喚できんだ。あ、すごい、霊気だ。あ、これで、まさか。いや、無理だよね。燃えるんだもん。燃える霊気、燃えるのを霊気ごときじゃなんともできねえ。夏の暑さは霊気じゃなんともなんねえ。あれ、なんて言うんだっけ。リで始まって、クで終わるんだけど。リンクのこと。そうそう、ハイリアの英傑だった人らしいですよ。お前絶対言いがたんじゃん。って、あなたのことですよ。リンクさん。おいなー、やめてやめて、今馬に乗ってんだよ。お前絶対攻撃してくんのよ、今。やめろやめろ。おい、絶対やめろ。いや、弱っ。え、なんか見たことないやついる。相当な手だれそうだな。なになになに、お前。やべ、あぶね。勝てるか、こんな白いやつに。あんまそっち行くな。お前の素材が欲しい、さすがに。初めて見るからな。その武器もまさか新しいやつなのか。いや、待ってろ待ってろ、今倒してやる。あ、竜骨ボココンボかい。めっちゃ持ってんじゃん、お前。なんなのこいつ。まあ、やっぱ話は進んでんのか。よ、あなたって何者、本当ありがとう、気にすんな。こんなものじゃ感謝しきれないけど受け取ってありがとう。妖精の力水。何それ。妖精の不思議な力が詰まった強力な回復薬。ふんわりと甘い香りがする。何、お前、妖精をすりつぶしたってこと。お姉ちゃんがこんなとこでキノコ狩りするって言うからこんな目に遭っちゃうんだよ。いや、そうだよな。あ、メグじゃん、お前。会ったことある気すんだけど。初期の頃。あ、馬宿と祠があんな。とりあえず祠やるか。いやー、攻略法がわかんねえな、ついに。え、なに？かわいい色の馬いるな。欲しいな。あ、なに？お前、だいぶ図体でいき人いる。あれ、お前さっきの。ゴロン族は鉱石を掘って生活してる頃、売ったり食べたり、人それぞれごろ。食べれんだ。あ、商売しなきゃ。オラの売り物見てって、あ、買う。なんだ。貴重な鉱石が揃ってる。あ、鉱石か。
ダイヤモンドが欲しいわ。ああ、ありがとうな。じゃあな。またどこかで、お、なんか陽気だな。お、ティリー。やあ、今日もご機嫌いかがですか。わお、あなたが懐におもちゃ、剣かぶと。ああ、やるやるやる。えい、あげる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 。力薬ね。よくわかんねえけど。攻撃力強くなるめっちゃ強いじゃん。ありがとな、テリー。ああ、私もいつかこんな絵が描けたら、ああ、確かにこんな絵が描けたらすごいだろうね。はい。あ、君もこの絵を見に来たのかい。いや、何度見ても素晴らしい絵だよね。この絵はここの馬宿の主人、オッズが趣味で描いたらしいの。趣味のレベルじゃねえだろ、これ。金取れるぞ。雄大な火山をバックにしつつ、さりげなくここの馬宿も風景に入ってるだろう。あ、そうなんだ。南の方からこの馬宿を見て描いた。だろうけど、よくこの構造を見つけ出すと思うんだよ。どういうこと？なんかその、場所を探してこいってこと？何、最後まで言わないタイプのやつなの？よう。こんばんは、ケイト。君もこの山麓の馬宿に立ち寄ってるってことは、これからゴロンシティに向かうのですか？そうだよ。だろうと思った。それにしても君、そんな格好でゴロンシティに行くつもりか？そう、変ですかね。ちょっと雨とか降ってたんで、一応フードかぶってますけど。はい。これだから素人は、素人、英雄ですよ、私。あそこは絶景も多いし、2号目からは体が燃えちゃうくらい暑いな。ま、君のことなんか知ったこっちゃないけど、死なれちゃ困るし。全くしょうがないな。少なくともこの燃えず薬を使えば暑さはしのげるし、よかったら売ってあげ、あ、マジ？なんだよ。よかった、ちゃんとあるんだ、こういうの。ゴロンシティまでは旅慣れた人でも最低3個持ってくよ。1個60ルピー、2個だと110ルピー、3個だと150ルピーだけど、買う買う買う、3個欲しい。ありがとう、OK。じゃあ、これが燃えず薬。うわ、ありがとう。絶対、お前のこと忘れねえ。それだけ持ってたら、ゴロンシティまでなら大丈夫かもね。ありがとう。はい。いや、もう。いや、まあでも3個で旅慣れた人なら行けるって言ってんだから、俺も3個で行くわ。そんな。任せてよ。あと、リト族のやつに話聞こう。宮、騎士との祠。道を切り開くは鉄の玉。え、そうなの？強引ね。あんた。え、マグマ、これ。怖っ。あー、やばそう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 。どうする？マグネでキャッチはできない。ビタロックっぽいか、じゃあ。あれに乗れよとかないよな。どうする、こんな。あ、待て待て待て、なんかこっちのやつは捕まえられそうだな、マグネで。だよね。いや、待て。届け、届け。どうやって捕まえる。ここら辺落ちたよな。いや、もうちょい。いや、捕まえられん、ここ。いや、捕まえられんね。いや、動いてるものは無理なのか。いや、無理そうだな。どうする、じゃあ。こんなの。これ止めれんのか。いや、だよね、だよね、だよね。うわぁ、ひどい目にあったな。いや、めちゃくちゃ走ったらいけんのか、これ。あ、いけんのか、いけんのか。いや、無理だよな、これ、絶対。いや、無理無理無理。どうするよ。あ、なんだろう、爆破させれそうだな、上。あれ、爆弾やかな。これで爆破する。あ、爆破した。じゃあ、これか。あ、宝が落ちてきただけかい。ルービーかい。ほう、ちょっとここの祠結構わからんぞ。え、マジでこれ。あ、そっか、ビタロックがあった、ビタロックが。止めちまえばいいんだ。そっか、そうだった。これあったこと忘れてたわ、すっかり。マグネでキャッチしよう。動いてるものはキャッチできねえんだな。そういうことか。だからビタロック、ビタロックしてマグネでキャッチってことか。あ、てわけでも、あ、キャッチできた。あー、キャッチできたの。外しちゃった。キャッチできた。で、こいつをなんかにすんだって。なんか変に手間取ってたの、マジで。
これで防ぎながら進むってことかな。そういうことかな。まさかね。まさかね。このまま進めんの。うわ、ひどい目に遭ってる。え、止まってる、ここ。あ、どかしたら出てこないのか。よくあるディスプレイの流れる水みたいなシステムってことね。無限に流れてそうで、それは元の水だったっていうこと。あ、これで進んでけばいいのかな。結構難かったな。あ、いけたのか。よかった。いや、難かった。あっち側に箱がある。あ、なるほどね。じゃあこれ置いたまま取りに行けってことか。オッケーオッケー。いや、難かった。なんか頭回ってなかったわ。あ、騎士の剣、ま、いらねえけど持ってっか。じゃあそのゴロンシティ向かってみるか。あ、なんだ、いや、いや、うむ、地図を見ようか勘で行こうか悩める男、大統領、地図を見ろ。そうは言ってもガザンド、迷わず地図を見て迷わないようにしないとね。なんだもん、答え出てんのかい。めんどくさいジジイだな。え、地図を見ないとたどり着けねえような難しい道なのか。おっと、ちょっと待ってて。デスマウンテン1号目登山口。あー、なるほど、どんどん登っていくのか。いいね、楽しそう。1号目。え、どの辺から燃え始めんだ。2号目までは大丈夫なんだっけ。じゃあティラミスは2号目までだ。もうやばいやつとかガンムシでいいわ。いいな。あ、待て、助けてやる。大丈夫か、お前。こんな、うわ、うわ、こいつ強えな。まあ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 いい。俺がダメージを受けてあいつが無事ならそれでいい。流骨モリブリンの槍、まあ、いらんか。よう、大丈夫か。火山弾がボンボン降るのは自然なことなのか、オラにはよくわからない頃よ。あ、商売しなきゃ。そうなの。なんだそれ、お前。助けたのに。助けたのになんもねえんだ。さあ、どっちに行けばいいんだ。どっちに行けばいいんだ、これ。え、やばいやついんじゃん、やばいやつ。なんでこんなとこにいんの。やばい、待て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 。なんでこんなとこにいんの。あぶね。え、マジでなんでこんなとこにいんの、お前。お前がいるような場所じゃないだろ、ここ。いや、怖い怖い、見づらい見づらい。もう、いっそのことこれで決めたい。ちょっと待って、ライネルの矢が壊れそうだ。よし。あー、なんか下も弱点なのか、こいつ。よし、切ったら倒せんか、これ。よし、なんとかなるもんじゃん。あ、なに、足切ったらシャフトとか出てくんの。 V 破壊ってやつ、めっちゃもらえんじゃん。いやー、ライネルの弓が、てかもう弓が、いい弓があんまなくなっちゃってるな。まあ、いっか、大橋さえあれば、みたいなとこあるもんね。え、どっちの道が正しいんだ？地図見た方がいいの？地図って言われても。でも、上に登んなら。いや、こっち行こう。だって、ガーディアンが守ってたぐらいだもん。なんかあんだ。そういうことだろ。あ、これが言ってた温泉か？いいな。あ、ちょっと通してもらうよ。何お前。あ、なんかいいな、この道。あ、また敵か。いやー、炎系の敵多いな、マジで、ここ。あ、ちょっと待てよ。いや、まあ、止まりたくはないけど。うわ、やばいやばい、おい、大丈夫か。ちょっと待ってろ。お前に攻撃したやつを全員殺す。
いや違うゲームみたいになってるわ、シューティングゲームになってるわ。よしよし、まあいいだろう。いやついでにここも、あ間違えた、こういうのを壊しときたいしな。あーラッキー、爆風で吹っ飛んだか。こいつ切ると、あ切っても炎は受けねえんだ俺は。お、なんだろう、まあなんかお前がそっちが生きてんならそっちの道が正しいんだろうけど。あ読めねえのこれ。デスマウンテン2号目、この先ゴロンシティ、ここからは高温レベル、ゴロン族以外は火傷に注意。あオッケーオッケー。ってことはお前この先来ちゃダメっぽいぞ。なんか隠れられる場所あるか。あそっか、馬で行けないようになってんだな、ここ登るってことか。オッケーオッケー。まあ、大火のなんとかとか手に入ってるから、うわぁ、オッケー。一個あたり6分、18分で行かなきゃいけねえのか、だいぶ大変そうだぞ。なんだあいつ、お、なんだお前。あ、でも大丈夫そうだな。うわぁ、あいついんのか。結構だるいな。待て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 。あ、まあまあまあ、いい。来るなら来い。よし、もう楽勝だからお前なんて。いや、危ね。いや、倒せてねえのか。足が切れただけか。よし。いや大変だった、やばいやばい、時間がね、時間がね、今ので1分も経っちまってる。なんとかしなきゃな。なんだろうこれ、騎士の槍、こんな上等なものが、ま、騎士の槍はあんま上等でもないか、王騎の方がいいもんね。よし、あそこの塔まで行きてえな。どこがゴロンシティなの、何ゴロンシティって。もうリーバル使っちゃおうかな。あ、なんだなんだ、うわぁ、あんま戦いたくねえぞ、今は。スルーだな。じゃあな、終わり。今は戦ってる場合じゃねえんだ。時間がねえからよ。またあの、離島村ん時みたいに、オルディンの塔。なんか名前かっけえな。よし。今からここを冒険していくんだ。いいね。山ばっかだな。おお、なんかやばそうだな。ここ全部マグマ地帯ってことなのかな、赤いとこ。あ、まだリーバルの風が。いや、もうガン無視して進んじまう。どっち行けばいいんだろう。あ、そっか、マップを見ればいいんだ。今は、ここにいて、五代川。で、ゴロン温泉。ゴロン村どこな？ゴロン村だっけ？すげえ。普通の木の弓が熱すぎて炎の弓になってんだこれ。すご。看板とかねえかな？看板目印に来たんだけど、ここまで。ああ、お前ね。なんか見たことあるわ。さっきいたな。なんか墓場みたいなのが、は、柵か。やば、お前もう兵器じゃんほぼ。いや兵器じゃん。え、本当にこれ村あんの？普通の人たどり着けねえだろ。いや、てかもうあと2分しかねえわ。結構だな。もう寄り道とか敵とか倒してる場合じゃねえな、普通に。やば。でも神秘的でかっけえなここ。え、なに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 、え、やーば、嘘だろお前、マグロック。オッケーオッケー、だったらもう本気で倒すぞ。大足使えなさそう。よし、本気で行こう。どこ行ったどこ行った、うわめっちゃ投げてくんじゃんお前。そういうこともやるんだ。燃え尽きろ。え、これ上乗れるか俺で。切りまくれ。あ、意外とダメージは入るけど、俺もダメージめちゃくちゃ受けてる。暑さ対策の、あ、冷凍食品とか食うしかねえな。冷凍系、冷凍系。暑さガードだ。あ、でも燃えてっから意味ねえんだな。勝てねえか、これ。
やばいやばい、死ぬ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 、くっそ、アップルパイ食おう、自分で作った。一旦避難して、あ、でもチャンスか。いや、めっちゃ燃えてんな、この燃えてんのどうにか しないと。いや、嘘だろ。よし、ガン無視しよう。まだ勝てねえんだ。本当俺このタイプの敵に勝てねえな、ずっと。でもちゃんとやってりゃ勝てそうだったけどな。いや、まだ勝てん、まだ勝てん。だってあいつの体に触れたら燃えんだもん。で、ここら辺多分熱すぎて火が消えねえんだわ。リーバル頼む。逃げよう。本当に村あります？これ。敵っぽいやつばっかいて村全然ねえんだけど。村ありそうないんだけど。デスマウンテン3号目、南採掘場。まあでもその採掘場とか、あ、え、よ、ねえねえ、なんだお前、ププンだ。どうした？なんでグレーダーお兄ちゃんはいつも文句言ってんのかな。え、わかんない。グレーダーお兄ちゃんが誰かも知らない。なんで、なんで知らないよ、コロ。大人の男の人なら腹を割って話し合ってほしい、コロ。あ、ごめん。え、いきなり？父ちゃんむにゃ。え、誰プレンダなんとかって。もっと掘るゴロ。あ、頑張れよ。え、なにここ、町？もう。え、町な感じ全然しねえけど。おぉ、腹割って話してんだ。いや、休憩中なのに何？君は？僕はグレーだ。あ、お前がグレーだか、お前。弟みたいなのがお前のこと心配してたぞ。見ての通り採掘員ゴロ。毎日毎日採掘採掘やんなったゴロ。僕はこんなとこでくすぶってる場合じゃないと思うゴロ。僕の腕っぷしの強さを活かせる職場知ってたら教えてほしいゴロ。ああ、わかった。ふう、疲れた。ゆっくり、やっとゆっくりお話できるゴロ。さて、僕は何のようでしょ、君は？トンジャが、僕、トンジャが。ゴロンシティ出身のゴロン族ゴロ。僕たちがこうして鉱石を掘ればゴロンシティが儲かってみんな幸せゴロ。そうなんだ、ここって。見ての通り鉱石を掘るところゴロ。通称、南採掘場ゴロ。でも今はデスマウンテン山頂にトカゲの化け物が居座っちゃってね。本当なら山頂近くの方がいい鉱石が取れるんだけど、ここで採掘してるゴロ。ああ、そういうことか。詳しくはゴロンシティの組長に聞くといいゴロ。組長？組長ってのはゴロンシティにいる一番偉い人で、ブルドーっていう名前ゴロ。あ、オッケー。ここは他の採掘場も取り仕切ってて、鉱石を全国に売ることを考えたすごい人ゴロ。いや、考えつきそうだけどな、誰でも。組長のおかげでゴロンシティは潤ってるし、みんな頭が上がらないゴロ。あ、そうなんだ。ま、いいわ。じゃあ、その、トカゲの化け物が今回の敵、敵っつうか、真珠か。だいぶ体でけえな。ボーリン。ええ。こんな時間に誰ゴロ。旅のものです。は、はは。正直に言うゴロ。年寄りの目はごまかせんぞゴロ。え、旅のものですってば。え、本当かな。まあいい。え、なんなの？な、ここって。まあ、採掘場の話聞いたし、とか、あ、同じこと言ってんな。ゴロンシティどこにあんの？そういえば。あ、もうすぐそこなの。ゴロンシティはあっちゴロ。あっちで！途中火山弾に気をつけるゴロ。火山弾？え、あなたは、ボーリン、ゴロンシティからやってきたゴロ。無駄に歳を取ってしまったゴロ、まだまだ働けるゴロ。かっけえな。ありがとうな。じゃあな、ボーリン。割と好きだな、ボーリン。え、じゃあこのまっすぐ行けばゴロンシティあんの？たどり着きてんだけど早く。火山弾って何あんの？うわぁ、すごいなぁ。こんなん落ちたら死ぬし、もう近くにいるだけで死にそうなもんだけど。上昇気流が出てると乗ってみたいよね。セーブされてる。とりあえず、あと11秒しか持たないから、上昇気流に乗れ。あ、なんか敵がいっぱいいんだ、ここ。いや、敵なんてスルーだよ、今。いや、炎ガードが。やべ。え、足るかな？あとどんくらいかわかんねえの。燃えず薬。さらに6分。なんだろう、これ。あ、今空飛んだとこからここ弓で撃ったりとかしたらなんかあったりしたのか。まいった。うわぁ、なに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 。うわ、これが火山弾か、お前。メラメラに、メラメラじゃねえ、マグマグの実の能力者いるだろ、絶対流星火山じゃん。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。
え、どうやって勝つよ、こんなん。やば。危な。何あれ。え、よく生きてたな。普通の人死んでるよ、あれで。あ、でも街。あー、街っぽいな。すげえ。わあ、全然ビジュアル違うじゃん、バメイドと。わあ、めちゃくちゃ強そうなんだけど、こいつ怖いし。すげえ不気味だな。うわ、怖っ。こんなんいたら、え、めちゃくちゃ強そう。バメイドの100倍強そう。じゃあここゴロンシティってことは、リト村に着く前もこういうのあったもんね。なんだこれ、宝箱か。違った、岩だった。目腐ってんのかな。あ、なんだなんだ。いや、むむむ、お前ゴロンの騎士なの。わほん、ククレン、よくぞ参られた、リンク殿。なんでそれを。そんなことより、君、さっきの火山弾大丈夫だったこれ。いや、なんとかなんとか。あの火山弾のせいでお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしてないと暇で暇。あ、ごっこだったんかい。ちなみにリンクというのは100年前、町の英傑ダルケル様と共に戦ったハイリア人ごろ。詳しいことは奥の組長にでも聞くといいごろ。よし、じゃあ今日はここまでにしよっかな。ちょっと服だけ買って終わろう。あ、ってわけでもないのかこれ。丸はな、ゴロンのマークか。よ、客、旅の人ごろ。だったらいいところ紹介するごろ、ついてくるごろ。ちょっと待って、ちょっと待って。それより服屋行きたい。どういう移動手段それ。何それ。まあ、ついてくか。何？え、すぐ座るじゃん。ここごろ。防具屋、お前。なんなん？俺が行きたいとこ知ってたの？最近デスマウンテンに真珠バ、ルーダニアっていうのが現れてね。この辺も暑くなったし、お客さんにはここで耐火防具を買ってもらってる。ごら、ありがとう。お前めっちゃいいやつじゃん。あと商売上手ね。で、どれ、耐火防具ってのは。よ、防具屋、ガッチムッチへようこそ。ガッチムッチ、俺っちにご用ごろ。ここって。見ての通り防具屋ごろ。とはいえ、俺っちたち、普段は裸だから観光客向けに耐火用防具売ってるごろ。耐火用防具売るんだったら、ここで売っちゃダメだろ。ここに来る前に売ってよ。特におすすめは耐火の石靴。ここで取れる宝石をふんだんに使ってるごろ。めっちゃいいな。耐火性能はまあまあごろ。履くだけで世界のセレブからも一目置かれる一品ごろ。じゃあめっちゃ高いじゃん、お前。性能だけのものが欲しいわ。装飾より。どれどれ？あ、これ？でもなんとなく、耐火の石靴。700ルピー、買う買う買う。金足るかな？ありがとうごろ。耐火の石鎧。あ、買う買う買う。600ルピー。足るかな。あと頭だけなら1300あれ余裕か。対価の石兜2000ルピー。嘘だろ。なんでなんで600、700、2000はおかしいだろ。あれにめっちゃルビーとか使われてんの。いや、めちゃくちゃ金持ってたはずなのに、もうなくなっちまうよ。よかった、もう。ありがとう。でもこれで炎大丈夫ってことね。いや、売り切れたゴロ。ご機嫌だな。またブローハンのじいさんから仕入れなきゃゴロ。いや、ご機嫌だな。ありがとな。でもこれで、なになに、こんなでっかいルビーみたいなのお前飾ってんの。え、この村は平和なの？盗んでいくやついないの？装備してみよっか。わー、おー、そっか、ボンバーマンみたいになってない？ボンバーマンみたいじゃん。めちゃくちゃかっこいいみたいな武器がそろそろ欲しいんだけど。いや、これはもっさりしちゃってるわ。いや、着ぐるみ着た人じゃん、これ。あー、まあ、そっか。でもまあ、これでいくか。ここの街にいるときはこれってことね。オッケー、ありがとう。じゃあ、これで。ありがとうな、パイルド。お前が一番いいやつだ。あ、
ちょっと待って、その前にこの町にある祠だけやって終わろうかな。いや、でっかいルビーめっちゃ飾ってあんの。いや、すごいな。あ、お宿はこちら。ちょっと待って、祠が絶対どっかにあるはずなんだ。町には絶対祠があるって相場がで決まってんだ。あ、上昇気流出てんの。どこにあんだろ、祠。ね、祠知ってる誰か。いや、もうマグマすぎてどこもかしくも祠に見えるわ。あ、祠っぽいやつあった、ここ。ちょっと待って、祠だけ取って今回終わりにします。祠取っとかないと探索とか行った時に戻ってくのめちゃくちゃ大変なんですよね。下糸瀬。お、なんだ。雰囲気ちげえな。いつもと。揺れる炎。へぇー。どういうこと？いや、でも新しい衣装っていうのはテンション上がるな。はい。どういうことですか？いや、なんとなくだけど。あ、そうか、これじゃ燃えないんだっけ。マグマグでなんとかなる。これやると、あー、樽があんだ。よかったな、樽燃えなくて。お前、そういうことね。オッケーオッケー。あ、じゃあありがとう。燃やしてけばいいの、これ全部。宝箱も燃えちゃいそうだよ。あ、燃えないんだ。岩砕き。これなんで俺ここに来る前から持ってたの。うわー、槍捨てよ。岩砕き強いもんね。ただ岩砕きで俺黒い石砕いてるけどいいかな。岩砕きって言うからさ。あれ、壊す用のアイテムかと思ってた。よし、これで燃えろ。ここは燃やしても。あ、だから、メテオロッドとか持ってなくて、炎の弓とか持ってなかったら、こうやって燃やせるよっていう親切設計か。歯車。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、お前の相手をしてやろう。でも、お前みたいなやつはさすがにもう負けないぞ。もっと強いやつと戦ってるもん、こっちは。あ、やっぱ弱いし。大量にいいんだ。ガーディアンナイフ。攻撃力下がっちゃうんだ。いや、でも持っとこう。なんかかっこいいもん、これ。え、ロングスロー。投げねえよ。どうすんだろう、ここ。風でも起こすのか。いや、まだいいや。ここ進んでくか。全員倒せばいいんでしょ。いや、強っ。ガーディアンナイフ。え、お前らガーディアンナイフ落としてくんないの？落としてくれると思って俺ガーディアンナイフ使ってんだけど今。落としてくんねえんだ。まあまあ、ルビー。宝石だよね。だってゴロンシティにあんな死ぬほどあったんだから、そりゃルビーぐらいね。登れそうだな。おー、なんかあるな。え、さすがになんもないはないだろ。登ってみるか。でも宝箱もう二つもらえてんだよな。あ、なんだろうね。ここの青い炎がつくわけではない。何すりゃいいんだろう。結構わからんな、ここ。はい。あ、なんだ。これよ。いや、落とせんね。キノコがつきました。あ、ピタゴラスイッチ的なシステム。あ、すごい止まっちゃった。あ、から俺がここで、あ、でもこれは違うもんな、多分。これ違うよね。どうすんだろう。そこを開けるには、何すればいいんだろう。あ、ここかな。ああ、いた。で？ぐるっと回って？なんだ、なんだ、なんだ。つまりなんだ、これは。何をすればいいんだ。え？
あ、宝箱だ。そんないっぱい宝置いてあるときある？氷の矢使うの？ここで。え、何に使うんだ？ちょっと回転させたけど。で、ボールが、あれ？なくなってない？え、一体どういうことだ？何なん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 だ？どういうことなんだ？何なんだ？小さな鍵。ほー、そんなの今までなかったじゃん。急にそんなことやってくんの。あ、こっから出れます。あ、だからもう、どんどん弾が出てたってことか。不思議。じゃあこれでクリアでいいのか。はい。いや、よくわからない。難しい。あ、まだ続くんだ、そして。じゃあ。これは今回金属じゃねえ。あ、消えちゃう。ほう。こっち押すと？木の矢が戻ってきた。え、何これ？ここ、落としとくと。何が起こったんだ？消えちゃうよ。いいの。チャンスはそうないってこと。あ。だからこれは、多分2回必要。揺らして、タイミング合わせてこれで。ってことだよね。うん。逆だったけど。だこうやって揺らして、奥に行ったタイミングで、ってことだね。華麗に決めたった。あ、ありがとう。なるほど、なるほど。いや、なかなか楽しかったぞ。で、これは何だったの？ここに。あ、一番最初のとこだ。あ、だから、一番最初降りてこれを思い出せって意味だったりしたのかな。というわけで、なんとかゴロンシティ到着したし。あ、なんだなんだなんだ。あ、敵か。やば。というわけで、なんとかゴロンシティ到着したし、うわ、すごいな。激ムズそう。バカ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 。締めさせて。次回、なんだっけ、ルーダニアだっけ、を攻略していきたいと思います。今回ここまでにします。